おとらて百件より自分、読まなくていいニュースアプリおとらて。さまざまな情報が行き交っている現在、スマートフォンを使えばいつでもどこでもアクセスできて便利です。しかし、いつも画面を見ることができるとは限りません。車の運転中、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車の中、運動中や家事をしながらなど、こうした状況でのながらスマホは手間がかかるし危ないですよね。でも画面を見られない隙間時間を生かしていきたい、そんなあなたにおとらてをどうぞ。おとらてはながらスマホが可能なアプリです。ウェブの情報やツイートをまとめて音声化し、あなたの耳にお届けします。もうスマホの画面とにらめっこする必要はありません。そう、読まなくていいのです。